テリリン・キャリントンはアメリカのドラマーでプロデューサー、コンポーザー、歌手、ウェイン・ショーターをはじめとし、数多くのミュージシャンと共演している。マサチューセッツ州メットフォード生まれ。サックス奏者の父親ソニーに習い、幼少時にサックスを演奏し始めるが、7歳の頃にはドラムスに変え、キースコープランドに支持した。12歳でバークリー音楽大学の奨学金を獲得。 10代の頃はアラン・ドーソンに指示し、また作編曲についても学ぶ。1983年18歳の時にジャック・ディジョネットの勧めでニューヨークに身を移す。ジェームズ・ムーディーやクラーク・テリーラとの共演を経てウェイン・ショーターのオーディションに合格し、アルバムジョイライダーの録音に参加。ツアーにも同行することで名実ともにキャリアを上げる。 ウェインとの仕事のためロサンジェルスに移る。デイビッド・サンボーンのバンドにも参加し、1989年にデビューアルバムリアル・ライフ・ストーリーをバーブ・フォア・キャストより発表。ショーター等のゲスト陣を据えた、このアルバムはグラミー賞へのノミネートを獲得した。1990年代はウェインのバンドに加え、スティービー・ワンダーやハービー・ハンコック、ジョニ・ー・ミッチェルらと共演。 2000年代にはジャズの教育機関であるヤヘでミュージシャンの育成に携わる。2002年ドイツのレーベルであるアクトからリリースしたセカンドアルバムジャズ・イズ・ア・スピリットにはハンコックやウォレス・ルーニーが参加している。2007年にはマイルス・デイビスの活動後期を支えたロバート・アービング3世と自主レーベルのソニック・ポートレーツ・エンターテインメントを創設。 このレーベルからロバートがアルバムを出している。近年は住まいをボストンにしている。2006年には息子ドリアンを授かる。2008年には新鋭の女性ベーシストエスペランサ、スパルリングとツアーを行う。11月から12月にかけて自己バンドとしては、これが初となる日本公演を行っている。翌年6月にも新作、モア・トゥ・セイを引っ下げ来日公演を行った。 ありがとうございます。